花井、くじ運悪いだろ。なんでだよ。これからくじ引く人間にそういうこと言うな。到着番号91番から120番までの学校は校名札を持って前に出てきてください。よし、行ってくっか。頑張れ。くじ運悪くても諦めるな。別に悪くねえよ。ったく、阿部のやつ遊びやがって。本気でテンション下がったらどうすんだ。まあ、くじにテンションなんて関係ねっか。92番、美里一高92番。さて、列に並んで。この列全員主将か。みんな苦労してんのかな。近くで見ると櫓がマジでっけ。170校ってこういう数なんだ。1回戦でこれが半分になる。2回戦で4分の1、3回戦では8分の1。大井北高校100番、大井北高校100番。シードは均等に振り分けてあっても、どの山に入るかで結構違うな。2回戦からのとこに入れば1回分得だ。それでなるべく山の真ん中、59、60、118、154、160、この5校のどこかを。大沢光陵高校、校名札貸して。はい、くじどうぞ。西浦高校、84番。西浦高校84番。なに、なに、こりゃお礼の拍手だな。何のお礼だよ。花井が統制引いたんだよ。西浦高校さん、初出場ですね。まず初出場の抱負をどうぞ。頑張ります。初出場にして去年の優勝校を引き当てた感想は。頑張ります。